こんにちは、倍速農業のセンターです。今日から簡単な農作業を紹介したいと思ってきました。まあ、畑を見た感じ、収穫以外はあんまりやれることはないんですけど、例えばゴマとか種がものすごいついていて、このソルゴとかもせっかく種がついているので、こういう簡単な作業からしていこうと思います。百日草の種です。花だったところなので、これも取っていきます。あとこっちは、いただいた種でできた。本当はこれを、の、花弁をお茶にする感じの、これがトロピカルフルーツ。これも種で取っていきます。